というわけで本日はこちら東中野駅から徒歩 2、3分、麺どころきなりさんにやってまいりましたとか言っていきなり始まる。そうなんでや。というわけでやってまいりましたけれども、こちらのお店、以前は駒込で営業されてらっしゃったミシュランビブグルマに掲載されたことがある名店ということなんですけれども、いや先日こちらの動画でもお伝えいたしましたけれども、東中野には浩実さんっていうね、ミシュランビブグルマに掲載されたお店があるということで、ミシュランビブグルマに掲載されるお店、東中野に集まる説あるんじゃないかなんて勝手に思っておりますけれども、なんでもこちら白醤油ラーメンが看板メニューの淡麗系のラーメンがいただけるお店ということで、果たしてどんなラーメンなのか楽しみですね。それでキャーマハリキテカカカカカでしょ。さあというわけで今回も懲りずにやってまいりました。いやこちらのきなりさん、以前駒込で営業されてた時にはひらがな表記だったらしいんですけれども、移転に伴いカタカナローマ字表記になったっていうところにね、なんかこだわりを感じますね。そしてこちら白醤油ラーメンが特徴的ということなんですけれども、お醤油をね色で表現するあたり何かあるんじゃないかな。それでは現場の竹永さん。はいはい、こちら現場の俺が竹永で、はい、というわけでこちらが特製ラーメンの白醤油。こちら見た目にも綺麗なんで箸を突っ込むのにもためらわれますね。それでは早速いただいてみましょう。まずはスープ飲んでビビりましたね。何度でも飲みたくなるこの出汁の効いた感じ。おいしそういうことなんですよね。結局おいしゃすでしたね本当に。はい、それではこちら細麺のストレートタイプの麺をつるつるとすすって、いやこちらのね麺の歯ごたえも抜群で、スープの美味しさを再確認できる、そういった麺でしたね。そしてこちら豚チャーシューは脂身の美味しさ、そしてこちらの鶏チャーシューはしっとりしててお肉本来の味を楽しめる、そういった2枚看板でしたね。もうこうなったら止まんないっていうことで味玉をいただきますけれども、黄身の部分がトロトロでうまく挟めないんですね。というわけであらかじめ和え玉を頼んでいる間に鴨チャーシューいただきますよ。これはこれでねレギュラーチャーシューになっていいんじゃないかなっていうような美味しさとか言ってたら和え玉到着。まずはねこのまんまでいただけるっていうんで、と思いにもぐりぐり混ぜちゃっていただきますけれどもね、このようにですねチャーシューの切れ端とか入ってるっていうのはありがたいですよね。そしてこちらの和え玉でございますけれども、ちょっとオイリーな感じがして、おそらく貝の出汁かなんかが効いててね、いやそのまま食べてももちろん美味しいんですけれども、こうやってねスープに投入いたしますとまた違った味のラーメンを食べてるみたいな感じになれてね、いやとってもお得でしたね。そして麺の最後の一粒まで食べて、はい、というわけでこちら完食です。というわけでいただいてきましたけれども、いやーマジで美味しかったですね。出汁の味が深くて繊細で複雑な味わいだったんですけれども、和え玉ですよね、なんといってもこちら和え玉にねオイリーなタレがかかってるんですけれども、そちらをもうかき混ぜていただくと和風ペペロンチーノみたいな
雰囲気も感じられて、いやとっても美味しかったですね。でまあそのまま食べてももちろん美味しいんですけれども、スープに投入するとね、また違った味わいが感じることができるっていうんで、一粒で二度美味しいみたいな感じで、とってもお得な感じしましたね。というわけで皆様も近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカード出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなどを添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中、チャンネル登録ボタン、竹永おすすめ動画なんかもありますので、合わせて見てみてください。以上こちら、面どころきなりさんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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